岩手大学農学部で宮沢賢治の後輩になる今日は岩手大学の農学部を褒めちぎります2025年4月からの学科の体制です食料農学科、生命科学科、地域環境科学科、動物科学水産科学科の4学科になり獣医学科は獣医学部として独立しますというわけで全国の皆さん、宮沢賢治も卒業した 岩手大学農学農農部に来て農業やりませんか食料農学科、これが元祖農学科ですね。農学コースというのは、まあ普通に農学です、はい。農作物の栽培と機能性の向上ですね。作物学、園芸学、植物病理学、農業経済学、土壌学など、元祖農学です、このコースが。食品健康科学コースは、食品の加工や機能の解明をします。なので 高校時代だと科学や生物得意な人好きかもしれませんね。食品科学、食品工学などが学べます。管理栄養士になる学科ではありません。生命科学科です。分子生命機能学コースというのは微生物、植物、昆虫、動物の細胞を分子レベルで理解。なので、えー、理学部に生物学科ってあるんですけど、 農学部の生命科学科の方は、まあ、顕微鏡の世界だということですね。ということで細胞好きな人、昆虫好きな人、どうぞ。分子生命医科学コース、ちょっとこっち注目ですね。農学部の生命科学科というと、動植物のイメージが強いんですが、ここ、どうも医科学がついてるので、人間の生命科学やってるっぽい。九州大学医学部や鳥取大学医学部に生命科学科がある。 あと近畿大学の理工学部の生命科学も割とこの人間の生命科学の方の勉強ができる近代遺伝子工学の学科とか生物理工にありますからねまああの他の大学にも最近増えてきているんですが僕ね医学部志望の人が医学部は無理だって諦めた時に薬学部か看護に行ってしまうのすごくもったいないと思っていてもちろん薬学も看護も大切なんですが 研究がやりたい場合は、工学や農学の生命医科学系の分野に行って、本当に自分の学びたい、こう、医工学とか医科学の研究ができるっていうのもありなんじゃないかな。看護も薬学も大切ですけど、気をつけないと、研究ではなくて、臨床の人間になると。その、目の前の患者さんを救う、そっち中心になっていくんじゃないのかな。もちろんそれも大事なんですよ。でも 研究やりたいっていう場合は、医学部ダメだったら、薬学と看護ではなくて理、理、工農学部も調べてもいいんじゃないかなと僕は思っていて、そんな時にこの岩手大の農学部生命科学科の中にある分子生命医科学コース、えバイオテクノロジー、医薬科学、神経科学、動物行動学、再生医療、生殖科学、免疫学、かなり熱いですね。医療系です。こっち、研究したい人。 面白そうななな学科じゃいいかなと思います地域環境科学科革新農業コースっていうすごい名前のコースがあってスマート農業を抱えてますが、えー、掲げてますがこれ要は農業土木ですねなので、えー、水理学土壌物理学農村計画学構造力学フィールドロボティクスこれコテコテに農業土木です、まあ、農業土木っていう言葉がぶっちゃけダサいのか 最近は名前変えてる大学ばっかりですが、スマート農業が注目されて、また今、熱い分野になってますね。なので、これは野菜や果物を作るっていう農学じゃなくて、まあ、その環境を整える機械土木系学科です。むちゃくちゃいいと思います。革新農業コース、スマート農業あの。ぜひですね、日本の農業のハイテク化に貢献していただきたいということで、えー、農業土木やりたい人はこっち。で、森林科学コース、林学科ですね。 林業をやりたい人、野生動物管理学なんていう分野も勉強できるんですね。最後に動物科学、水産科学科ですが、要はこれ、畜産と水産ですね。動物科学コースは畜産、野生動物の勉強もできます。もう、コテコテに家畜、それから動物の勉強ですね。畜産です。えー、水産システム学コース、今度は海ですね。えー、魚の養殖です。ある,あるいは加工とか。で、気をつけてほしいのは、 えー、動物科学水産科学科の水産システム学コース要は水産の方を選ぶと3年生の後半から釜石キャンパスです、えー、三陸の海辺ですまあこれをあの知っとかないと3年生の後半からいよいよ研究っていう時になったらキャンパスがはるか離れた釜石になりますよっていうのは、えー、この水産に行きたい人は知っておきましょうという感じですねはい以上 岩手大学農学農部についてえご紹介しましまたどうしてもですね都会の方、えー、東京だったら明治東京農大、えー、日大の生物資源多摩川などもちろん家から通える私立大学の農学部も、えー、素敵だとは思うんですけど地方の農学部っていうのはその地方の産業その地方の強い産物などについて深く学べるのでこの岩手大学の農学部の まあ、優れた研究を見てですね、学びたいという人は、ぜひ全国から行ってほしいなと思います。今日は岩手大学農学部の紹介でした。